兄上、そろそろ許してくれませんか。あっちに肉まんを50個用意しましたから。罪の対価には足りぬが、いいだろう。兄弟の不和を続けても利はないからな。やれやれ、やっと許してもらえた。5度目となるとさすがに時間がかかったぜ。